大人気恋愛リアリティショーバチェラージャパンの男女逆転版バチェロレッテジャパン。その最新作となるシーズン3が6月27日夜8時からついに配信スタート。そこで今回はまだバチェロレッテシリーズを見たことがない方のために特別講義を開催。知識ゼロでも大丈夫、これさえ見ればバチェロレッテジャパンの魅力が全てわかります。初めてのバチェロレッテ教室、司会を務めるのは私、トレンドにバチェロレッテやバチェラーが、入っても自分の目で確かめるまで、ノー考えてこいよ、ほら力入っちゃって、力入っちゃって、台本通り読まないのはとってもいいこと。司会を務めるのは私、相席スタート山添です。よろしくお願いします。はい、さあ、そして山崎圭さんです。よろしくお願いします。さあ、いよいよ6月27日木曜20時からバチェロレッテジャパンシーズン3が配信されます。それではバチェロレッテに興味はあるけどもまだまだ初心者というゲストの皆さんをご紹介いたしましょう。はい、まずは岡田結実ちゃんです。岡田さんは、はい、まだシーズン1とシーズン2の1話ずつだけは見たんですけど、うん、変な見方、変な見方よ、珍しい。なんか、ね、なんでシーズン1のその1話見て2話に行かへんの。なんか自信がなくなっちゃうと思って、自分のすごすぎて、すごすぎて、これを実践できるかとかじゃないけど、そう思っちゃって、いや私にはまだ遠い世界だなと思って見るのをやめちゃったので。いや、あのね、むしろ言わしてもらうと、はい、まだ見てないのが羨ましい。ほう、確かにね、まだワクワクドキドキを楽しめるっていうね。そうで、今あれをその言ったらこうエピソード見て、はい、これやったらちょっと自分に自信なくなるかもって思ってても、はい、その先がどんどんあるから、はいはい、あ、これ盗めるわとかね、そうね、これ参考にしていこうとか、はいはい、なんか糧になったりもするんで、じゃあめちゃくちゃ勉強になるってことですね。今日でもこう講義を受けていただいてから、はい、チャレンジするのもいいですよね。あ、楽しみ。さあ、そして賑やかなお二人、インディアンスのお二人です。ありがとうございます。賑やか、ありがとうございます。気分は詳しいのよね。あ、そうですね、大好き、はい、ね、バチェロレッテとかのおかげで、うん、なんか人と普通に会話できるようになったというか、普通にやっとなんかこのめっちゃ助けられてるやん。そうそうそう、すごいやん。俺の人生のバイブルというか、こういうのがあることによって共有できる、うん、あ、そうこうやったねみたいな。確かに言ってますやん、ケイさん。やっぱこれがないとキムと話すことないもん。そこ自分で言うのはいい、そこまでいい、命なのよ。タブちゃんは実は詳しくないんですよね。いや、そうなんです。ただあの前回は、うん、実はあのバチェラーの方で、うん、シーズン5ですよね、の時の事前番組を呼んでいただいて、いやいや聞いたよ、うん、でもそこでものすごいおもろいやんけこれってなって、面白いね、うわすげえってなってたら、今度はロレッテ、ロレッテ、ロレッテ、ラーラーかロレッテ、どんな変化やねん。それでは早速講義を始めましょう。初回のテーマはバチェロレッテの旅って何？説明しましょう。うん、バチェロ…なんだよ。ヒーロー戦隊ものみたいな。説明しよう。誰やねお前は。全部…ぽくない。全部講義やから。あ、先生の部分あるよ。申し訳ない。ちょっと気になってもらって。最近クズの部分ばっかり。この番組の時だけ借金ないと思って喋ってない。無理やろ。無理や。説明しましょう。うん、バチェロレッテとはハイスペックな独身女性のことでございます。うんうんうん、バチェロレッテジャパンは独身女性が主役となり、真実の愛を見つけるため多数の男性候補から未来の結婚相手を選び抜く恋愛リアリティ番組となってます。はい、そしてどうやって運命の相手を見つけるかといいますと、はい、旅の限られた時間の中でさまざまなデートを行って男性参加者たちと会話して仲をどんどん深めていくと。
バチロレッテやから、うん、こう男性同士でこうちょっと戦ったりするから、友情とかちょっと男同士の本気のちょっと喧嘩とか言い合いとかもある、うん、あそこは確かにバチェラーとは違うか、うん、だから俺らやったらこの女性に対する気持ちとか、うん、あここ分かるわみたいな部分も結構多かったりするから。なるほど。違うの。それではここでバチェロレッテシリーズの中でも記憶に残る華やかなデートをご紹介。おーい、あ、いくよ。え、はい、おー、うわー、おー、すげー、すごい、これ嬉しい、これ嬉しいやろ。確かに、すげー、え、なにこれ、すごいよね。さらに、うわー、マジで最高、ゴージャス。気球デートやヘリデートなどきらびやかなデートを重ね、バチェロレッテは真実の愛を追い求めるんです。これもでもまあ一部ですけれども ね、うん、超一部、うん、デートもこういうことしてみたいなって思ってても実際にはやっぱ物理的に不可能なこと多いけど、うん、あリアルではね、そうそう、うん、これだと想像してるやってみたいデートを実現することができるっていう。めっちゃいい漫画の中のデート。そう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 、うん、お風呂もしちゃってマッサージもしちゃって最後気球ですか、うん、ちょっとエッチエッチよな。ちょっと大人な感じやな。大人の感じ。別に何をしちゃいけないとかルールないから、はい、だからバチェラーシリーズではあのキスするとかも、ちょっとマジで。だ別にしちゃいけないというルールもない。そう、それめっちゃいい。めっちゃいい。これめっちゃいい。どれを言葉選びや。どれを決まってないのがいい。そう、結構 ね一応ルールはあるんだけど、うん、意外とフレキシブルだったりもするところが面白いんですよ。でもデートってそんな最初多かったらできないじゃないですか、うん、あそれはそうなんですよ。ぜひすごくいい質問ですよね。そうですね。そうなんです。そうですね。各シーズンエピソード1からもうすでに戦いが始まっているんです。そうなんです。それがカクテルパーティー。たくさんいる人数からどうやって絞っていくの、うん、っていう話、うん、いい質問でした。ありがとうございます。振り返ってここにつながるわけ。カクテルパーティーとは男性全員が参加しバチェロレッテにアピールし合うパーティーのこと。中でも初回のカクテルパーティーではアピールできないと旅を去る可能性が高くなるため男性たちには大きな重圧がのしかかるんです。で行かなければダメなんだろうなと思いながらもその葛藤の中に今います。僕ら順番守ってますけど、NKよすぎちゃん、どっかでグッていかないと後悔します。多分結構俺の予想結構時間迫ってるっぽいです、ね、男同士でもこうやってアドバイスがあるってこと。そう、男同士は結構ね、それは情けなくてね、ライバルであり仲間になったりするよね。あの敵のはずのあの男性の方が今いかんと後悔するよとメッセージくれたりして、いやそうやんな。これ初日、初日でしょ。やばいって、波乱の幕開けすぎるやろ。マジか。しかも喋ってるカクテルパーティーの時に、うん、この勇気出せんかったら喋らずそのまま帰っちゃうみたいなこともあるの。そうやったらできるだけいっぱい飲んでた方がいいな。いや違う、みんなカクテル飲みに来てる旅じゃない。違うんや。勉強になります。真実のカクテル探しに来た旅じゃない。なんで真実のカクテル。そしてカクテルパーティーの後に行われるのがローズセレモニーでございます、はい、うん、バチェロレッテは一人ずつ旅を続けたい人にローズを渡していきます、うんうん、残ったローズの本数にドキドキしながら視聴者は見ていく。なるほど、確かに確かに、はい、それがどんどん少なくなっていって、最後真実の愛を見つけた方に一本渡す。あれ他の男が呼ばれていくの見とかなあかんの。そうやね。嫌やわ。仲良くなった人が先に帰ってまうとかも、うそこの友情ね、友情がいいの。男同士の、男同士の別れが訪れるローズセレモニーでは男性同士の友情も見どころの一つ。この人もいい人やね。選ばれなかった。そうそう、これ。あ
こんなことなんの？そう。こんなにこの4人ってすごい絆が生まれてたんだって思いましたね。さらにローズセレモニーで胸を打つのは旅を去る男性が残す最後の言葉。 Thank you. Thank you. 大丈夫だよ。そうこのね、だって別れの、この去り際のかっこよさなの。大丈夫。すごいかっこよかった。絶対ジェイデンかっこいいね。いやかっこいいな。下向かないで前向いて頑張って。 And I learned that I can add love to my own happiness from here on out. ここの旅が終わったんですけど、この新しいジェイの旅がこっからだなと思ってます。去り際かっこいいね。ちょっと去り際たまらんですね。なんか結構思ってたよりも内容が過酷で、だから俺らがこの日常で例えば恋愛するってなったら、うん、こう普通に好きな人と連絡を取りたい時に取れるやん、うん、これはバチェロレッテから選んでもらわないとまずそもそもデートに参加できないとか、自分の気持ちを伝えたいのに伝えるチャンスすらないかもしれないとか、その資格がないんや、もらわれへんのや。そう、選んでもらわんと。そうなの。でも最後こうありがとねってありがとねって言えるんですね、別れ際に。まあ、同じ人を好きになった仲間。そう、そもそも時間がめっちゃあるわけじゃないから、はいはい、そうやな、もともとその中で相手のことも知らなあかんし、自分のことも伝えなあかんから。ちょっとつらっしみてる。つらいって喋りがいあるな。初めてのバチェロレッテ教室、次回も引き続きバチェロレッテの旅の魅力を熱く語り尽くします。受け取ってください。さらに、おい、嘘やろ、マジ？ホワイトローズについて、 SNS を騒がせているホワイトローズについて大考察。それめっちゃ面白い。酷やな。バチェラー男女逆転版新シーズン、シリーズ切手の最初の恋愛はどういう恋愛をしてきたの？理性か、私の感覚が言ってる、直感か、どうすりゃいいんですか。バチェラー男女逆転版バチェロレッテシーズン3、もう一回見せてくれます。6月27日プライムビデオで見よう。